はい、こんにちは、美容師の小野です。今回はセルフカットでベリーショートを軽くしていく、失敗しない3つのコツについてお話ししていきます。ベリーショートが1ヶ月、2ヶ月していくと髪の量がズバーンとね、増えたように感じます。これは長さが短ければ短いほどそれをすごく感じますよね。そんな時、軽くするために美容室行く、これはね、素晴らしい選択です。ですが、いろんな状況で自分でセルフカットする場合もありますよね。そんな時、失敗したくないですよね。今回、失敗しない3つのコツを詳しくお話ししていきます。じゃあこの3つをね、まずお話ししていくと、1つ目、すきばさみで軽くしていってください。2つ目、ねじって軽くしていってください。3つ目、表面を軽くしすぎると失敗します。この3つを踏まえてやっていくと綺麗に軽くできます。ぜひ参考にしていってください。じゃあね、この3つをね、深掘りしていきます。では1つ目に挙げたスキーバサミで軽くしていってください。これをする方はほとんどだと思います。ただセルフカットで使う道具といえば、1つ目にこういうハサミがありますよね。2つ目にスキーバサミがあります。あとね、3つ目にヘアカッターというのがあります。これ100均にね、売ってます。この3つでセルフカットで髪を切ったり軽くするということがね、できちゃいます。あ、まああとバリカンもありましたよね。はい、それを入れると4つかな。はい、じゃあね、失敗しないための3つのコツで、1つ目に挙げたスキバサミでやっていこうについてです。基本ベースは1、2センチの束を持って、中間ぐらいから1、2、3という形で軽くしていきます。1、2、3、これがね、スキバサミで軽くする時の基本のやり方になってきます。じゃあね、2つ目の話になりますが、ベリーショートの方はねじって軽くしていってください。どういうことかというと、1、2センチの束を持ちましょうね、幅がね。で、これで1、2、3回ぐらいねじみましょう。そしてこの中間ぐらいから1つ、そして毛先に向かって2つ、もうちょっと毛先にずれて1回、そんな形でやっていきます。ベリーショートでこのねじってやった方が無造作な軽さと動きが出しやすくなります。通常にね、持ってすきばさみで軽くするのもいいですが、特に短い方は動きが欲しい方がほとんどですよね。その場合はねじって軽くしていった方がよりそういう質感を得ることができます。ねじってすきばさみで軽くしていってください。それじゃあね、3つ目に挙げた表面ね、ここを軽くしすぎると失敗しちゃいます。これについてです。人間つむじがあります。表面にある方がほとんどですよね。このつむじを無視して軽くしていくと、そのつむじ周りからピンピンした髪の毛が出てきます。まあ、そういうこともありますし、表面をすきすぎてしまうと、伸びてきた時にピンピンした短い毛が主張してきます。ですので、なぜか短い毛が立っている、変なボリューム感になっちゃいます。表面は軽くしすぎない、するとしても程よく軽くする、1回程度で軽くしていく、そういうようにしていってください。つむじ周りに関してはしないという選択も一つの手です。じゃあこの3つを踏まえて、ベリーショートを軽くしていく手順についてお話ししていきます。まずはブロックを取っていきましょう。横と後ろを分けておいてください。短いですので、しっかり分けるというよりもざっとでいいです。こういうヘアクリップで横後ろという形で分けていってください。反対の横も同じように分けていきます。これで分け取りました。これで後ろを軽くしていきますが、後ろもブロックを取っていってください。できる限り3段とか4段ぐらいでブロックを分けれると非常にやりやすいですので、もし分けれる長さがあればこういうように分けておいてください。
このスッキーバサミで軽くしていきますが、短いと持てませんよね。持てる長さがあれば少し持って1回ずつとか、そういう形でやっていってください。束を持ってちょっとやってください。この長さでねじるのは不可能なので、少しずつ持って1回1回1回という形で少しずつスキバサミで軽くしていってください。襟付近を軽くし終わりました。次はね、この真ん中の方を軽くしていきます。真ん中の方になると長さがあれば束を持って3回ねじって3回ぐらい軽くしていきましょう。2、3回ぐらいねじって、このねじる方向ですが全部同じにやっていってください。では表面に入っていきます。つむじ周り気をつけください。つむじがどこにあるかでこの表面のやり方も変わってきます。例えばここがつむじとしました。この1センチ1センチはしないという形でもね OK です。じゃあ表面も同じようにねじります。3回ねじって軽くしますが、1回にしておきましょう。これで最後に仕上がりを見て、なんか表面だけ異常に重いということであれば、また後ろの表面から1回ずつね軽くして微調整してやっていってください。最初はまず1回程度でハサミをね入れてやっていってください。こういうようにやっていきました。これで後ろが全体的に均一に軽くなりました。つむじ周りは入れてない状態になります。もしね、すごい髪の量がもう鼻から重いという方であれば、つむじ周りをいっぺんにつまんで毛先に1回ほどね入れていってあげてください。じゃあね、次横に入ります。横に関しても細かくねブロックを取れればいいですが、取れない場合は下から順にね束をつまんでやっていってください。こういうように束をつまんで少しずつ軽くします。ここからですよね。ねじる長さがあればねじって軽くしますが、横は特に気をつけるポイントがねあります。これは難易度が高いので最初に挙げた3つのポイントには入れてません。ですが頭に入れておいておくだけでもかなり違いますのでお伝えしますが、人間ね8というのがあります。てっぺんがありますよね、耳がありますよね。ここをずっとつなぐところに出っ張ってるね骨があります。ここの部分を8と言います。出っ張ってるところを同じように軽くしてしまうと、この出っ張りと吸茸の短い髪で押し出されて変なボリュームになってしまう可能性があります。この8周りはあまり持ち上げずに軽くしていってください。ねじりますよね。ねじってなるべく低い位置で軽くしていってください。ねじってやっていくようにしていてください。こういうようにしていきましょう。そして表面に入ります。表面もねじります。3回ねじって、こういう1回ですよね、1回です。こういうようにしていてください。こうやっていけば全体的にしっかり軽くなった状態になります。人によっては表面だけなんか重たい場合があります。その際は表面を微調整していきましょう。もう一回後ろからねじって一回ずつ入れてみる、そういうふうにちょっとずつねやっていってください。はい、ということで今回はセルフカットでベリーショートを軽くしていく失敗しない3つのコツについてお話ししていきました。おさらいとして3つ挙げていくと、1つ目、スキバサミで軽くしていってください。2つ目、ねじって軽くしていってください。3つ目、表面を軽くしすぎないようにしていってください。この3つを守ってやっていけば失敗もかなり少なくなります。
ぜひ参考にやっていってください。では皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。